こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界初の通常動力型潜水艦が4月7日午前に広島県呉基地に入港。母港として初めて到着しました。引き渡し3月5日でした。約1ヶ月訓練やテストを繰り返しながら呉基地へと到着です。そう、竜型潜水艦11番艦として今後、第一線でエースとして威力を発揮してくれるでしょう。なんといっても世界初、リチウムイオン電池搭載ですから、そして、亡くなったものは、スターリングエンジンです。艦長の話として気になるところが、飛躍的に向上した潜水艦の能力を遺憾なく発揮し、期待に応えて国防の一翼を担っていきたい、やはりすごい能力には、間違いはないでしょう。今一番気をつけることはコロナウイルスでしょう。潜水艦だと一気に広まる可能性、危険性があります。対策は万全のはずです。ご基地地方総監はまた、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、1日も早く、第一線の戦力となるよう、部隊の練りなりに努めてもらいたい。確かにそうだと感じたが、ふと思い出したことがあった。日本の潜水艦技術は進化していっている。その昔、日本や米国の遥か先に行っていたのが毒だ。しかし、その毒に、潜水艦の危機的状況が待っていたとは。今回はそのことについて話していこう。2017年末に一時的に保有する6隻すべての 212A型潜水艦が未稼働状態に陥ることとなり、各方面からの報道で NATO の中核国とは思えないような深刻な状態にあることが報じられたのがドイツだ。これはその時点でドイツ海軍で唯一稼働していた 202A 型潜水艦が2017年10月にノルウェー沿岸部で不慮の座礁事故に見舞われたためであり、他の5隻もメンテナンスが重なって起きた事態だった。日本の海上自衛隊では、その広い領海を防衛するために、親潮型潜水艦と、そう、竜型潜水艦を、共に11隻で計22隻を、運用しているが、それに比べ、ドイツは海軍国ではないのでと思われるかもしれない。しかし、第一次世界大戦や第二次世界大戦で世界中に悪名をとどろかせた U ボート艦隊を有していた国だと鑑みると、その系譜に位置するはずのドイツ海軍の苦境は、にわかには信じがたい状況とも感じられる。2020年3月時点ではさすがに稼働数0隻という事態は脱しているようだが、ドイツにおいて稼働率の低さが問題となったのは、この海軍の潜水艦だけには止まらないのが深刻な点だろう。例えばドイツ空軍では保有する
バナビアトーネード戦闘攻撃機93機のうち、稼働可能な数は20機に過ぎないとも言われており、実に 20% 以下の稼働率となっている。そもそも、耐用年数の限界が近づいている同期にもかかわらず、代替機の選定も種々の事情から未だ確定に至り立っておらず、こちらも2020年内中に何とか決定させる方向で動いているという状態だ。また歴史的に強大な陸軍国の伝統を持つドイツだが、その陸軍もまた同じような問題を抱えており、冷戦期には最大2000両を保有していた戦車も現在ではレオパルト2を244両保有するに過ぎない。しかもこの保有するレオパルト2の244両中で稼働可能な数は68両とも言われており、これもまた稼働数 30% にも満たない数値となっているのだ。100歩譲って冷戦構造の終焉以降、大きく重い戦車そのものが不要だとみなされてきたことを考慮し、簡易で非対称戦に適した歩兵戦闘車でも284両の保有数のうち67両が稼働できるに過ぎない。こうしたドイツ軍の兵器の稼働率の低さは、前述したような旧ソ連の崩壊に伴う冷戦構造の終焉からもたらされた状況ではあるものの、その後の軍の統治手法による影響も大きいと考えられる。これはドイツの単純な軍事予算の過小ということで片付けられず、冷戦後にあまりに急激に軍を縮小させたことの弊害であり、必要な兵器の整備能力さえも失ったと言えるものだろう。現状確かにドイツの軍事予算は GDP 比で約 1.2% に過ぎないものの、金額ベースではまだ世界の10指に数えられる予算規模であり、ここからも予算の少なさのみに原因を求めるのには無理があると言える。しかも問題が根深いと思われるのは、ドイツ自体がアメリカ、ロシアに次ぐ世界第3位の武器輸出国という事実であり、先のレオパルト2などの余剰分も第三国に輸出して外貨を獲得してきた点だ。これなども自国の足元がおぼつかなくなることにさえ無自覚になっており、ただ単に冷戦構造が崩壊したことのみに目を奪われた近視眼的な政策しか取ってこなかったと言えるのではないだろうか。日本では国防意識の低さが何かと揶揄される向きもあるが、いいも悪くもこれまで2度の世界大戦や大小さまざまな戦乱を繰り返してきたドイツですら、こうした大きな問題が発生していると言えよう。さらに、ロシアによるウクライナ併合の発生など、一頃弱体化していた旧ソ連が、再びヨーロッパを含む世界に脅威を与える軍事国家として返り咲いてきたことを、ドイツ国内でも危惧する声が上がっている。
特にそれまで削減され続けていたドイツのレオパルト2戦車と同様に、アメリカ軍もヨーロッパに派遣する M1 エイブラムス戦車を減らしていたが、2015年にロシアが新型の T-14 戦車を投入したことで旗色が変わりつつある。それでも最近のアメリカ海兵隊は戦車を全廃する方針を打ち出しており、今後の戦車は攻撃的な兵器ではなく、あくまで防御的兵器として陸軍の一部の部隊に置かれる運命なのかもしれない。また、距離的に中国と近い日本は何かとその影響に左右され、経済的な影響からその顔色を伺わざるを得ない立場だが、ドイツ経済も中国市場への自動車輸出などに依存しており、共倒れの懸念も囁かれる。これは太平洋戦争以前にドイツが中国に植民地を保有していた時代から続く関係とも言え、日本が考える以上にドイツ経済に占める中国の影響度合いは強く、むしろ親日ではなく親中と言えるほどだろう。こう考えるとドイツが抱える兵器の稼働率の低さは対岸の火事だと見過ごすにはあまりに日本にとって重大な示唆、教訓を含んでいるように思えてならない。